秋の歌、秋のコンサートはたくさんあって、冬の歌、冬のコンサートもたくさんあって、でも季節の変わり目、移ろいを表現する、そんなコンサートにしたいと思っています。まさにコンサート中に季節が秋から冬に変化する感じ、うん、西川彩子です。11月6日ノアオコルデ音楽アートサロンで冬を唱ると題した演奏会を行います。この演奏会はライブ配信も開催します。ご来場ご視聴お待ちしております。一緒に季節の移ろいを感じましょう。